万博会場に世界最大級の木造建築物。日本国際博覧会協会が13日2025年に開かれる大阪・関西万博の会場でシンボルとなる巨大なリング状の建物大屋根の概要を発表しました。大屋根は会場デザインプロデューサーで建築家の藤本壮介さんがデザインした多様でありながら一つという万博の理念を表したリング状の木造建築物です。協会によりますと、リングは幅30メートル、一周約2キロメートル、高さは最大20メートルで、建築面積は甲子園球場 1.5 個分の約6万平方メートルとなり、木造建築物としては世界最大級になるということです。リングの屋根の下は、リンググラウンドウォークと名付けられ、各施設に向かう通路や休憩スペースになるほか、プロジェクションマッピングやパレードなどを開催する予定だということです。また、リングの上にも歩道が設けられ、リングスカイウォークと名付けられた屋上からは、瀬戸内海や会場全体を見渡すことができます。デザインを担当する建築家の藤本壮介さんは、柱と梁を組み合わせるという構造で伝統的な趣のある中に現代の新しさを取り入れて、日本の木造建築の伝統を世界に示したい、と話しました。会見では、民間パビリオンの場所や広場などの名称が記された新たな会場配置図も公開されました。大阪府都市は万博に出展予定の大阪パビリオンの名称を大阪ヘルスケアパビリオンネストフォーリボーンに決めたと発表。同パビリオンの基本テーマはリボーン。人は生まれ変われる新たな一歩を踏み出すという意味が込められている。名称は外観デザインからアイデアを得たもので新しいものを生み出す。ネストとして未来の大阪の可能性を感じることができる展示を目指すという。会見では150分の1サイズの模型も公開。吉村博文知事はガラスの屋根に水が流れ水の中に包まれたような空間、光や自然の風が入り自然のぬくもりを感じられる作りになっている。鳥が羽ばたくために巣を作るような、新たな大阪の未来が生まれる生誕の地のイメージ、と説明。完成予想図の模型は、今後大阪市役所などに設置され、機運の醸成を図っていく方針。大阪市役所で会見した松井一郎市長は、このパビリオンの建物を、将来ずっと大阪間はレガシーとして残っていく、と述べ、万博後も施設を活用していく考えを示しました。大阪パビリオンは来年4月から着工し、2024年10月の完成を目指します。